練習とてもよくできたね。次のライブが待ち遠しいな。私も次はどんな面白いことしようかな。くるみさん、いいですか？次のライブでは昨日のようなことは禁止ですわよ。もう分かってるってば。あれ、くるみちゃん何か鳴ってるの？それってスマホ？うん、練習で遅くなることもあるだろうからっておじいさまが持たせてくれたんだ。メッセージのやり取りは家族としかできないんだけどね。このメールは、あ、お姉ちゃんからだ。お姉ちゃん、久しぶり。最近全然お家に来てくれないから寂しかったよ。元気だよ。お姉ちゃんは元気？そうなんだ。お仕事大変なの？昨日また春菜ちゃんに怒られたんだよね。いたずらじゃないよ。リリカルリリーのグッズ T シャツを作って友達に配っただけ。春菜ちゃんが新しい DJ の技にチャレンジするって言うから、みんなに春菜ちゃんを応援してもらおうと思って。それで春菜ちゃんの顔写真がドーンとプリントされた特製 T シャツを作ってみんなに配ったの。そしたらライブに招待したお友達みんなその T シャツを着てきてくれて、そしたら他のお客さんたちも欲しいって言うからお客さんみんなにも配ったの。会場がみんな春菜ちゃんですっごい一体感だったけど、ライブが終わってから春菜ちゃんにお説教されちゃった。楽しかったよ。お客さんもみんなニコニコしてた。まあ春菜ちゃんはプンプンしてたけど。ん？どうしたのお姉ちゃん。それって？ライブ会場じゃなくて街中でやるってこと？それなんかすっごく面白そう。それじゃあこれからもっともっといたずらしなくちゃね。